感謝トーマス。キャラクター紹介。今回はジェームスを見ていきます。原作の絵本から登場する中型のテンダー蒸気機関車、赤色で車体番号は5番です。エドワードとほぼ同じサイズですが、トーマスと比較してしばしば大きい機関車として扱われます。お話の設定では、もともと実験車両だったのですが、トップハムハット教に売却されたとなっています。性格はお調子者でうぬぼれやすく怒りっぽいです。潔癖症でもあり、赤いボディをトーマスたちによく自慢します。モデルになった機関車は L&YR クラス28蒸気機関車、ただ、前輪がない、など、実車とは書かれ方が少し違っています。ジェームスという名前は、当時、原作版の担当者の息子に、ジェームズという名前の友人がいたから、と言われています。登場当時は黒のボディで木製のブレーキという設定でした。それが、貨車のいたずらから脱線事故を起こした時に、トーマスに助けられます。事故の修理から、鉄製ブレーキに改良され、塗装も赤色になります。失敗や問題もいろいろと起こし、トップハムハット教からは問題児と思われているようです。しかし、仲間を助けたりと、役に立つ機関車としての存在もあります。赤色の車体と合わせて、トーマスのシリーズには、欠かせない存在です。